昨日、鹿児島の漫画家が自身の経験を綴った作品を発売しました。テーマは強迫性障害です。様々なことが心配になり、日常生活を送ることが難しくなってしまうと言われる病です。鹿児島市で開かれている原画展を訪ね、病を通して見えてきたことを教えてもらいました。昨日、ある漫画が発売されました。タイトルは、極度の心配性で苦しむ私は強迫性障害でした。描いたのは、鹿児島で活動する漫画家、つくしゆかさん。自身の経験をもとにしたエッセイ漫画を描いています。テーマは強迫性障害です。私が19歳の頃で、看護師の国家試験を直前に控えた頃に発症しました。鍵を閉めたか心配になり、手から血が出るまで確認してしまう。大事なものを間違えて捨ててしまうのではと、ゴミを溜め込んでしまう。些細なことが気になり、日常生活に支障をきたしてしまう病気です。今月発売されたこちらの漫画、その原画がずらりと並んでいます。手洗いに家の鍵、ほらよ。心配事をばらまいてくるのは、つくしさんの心の中にある病の象徴、はっくんです。自分の顔を気にするつくしさんに、はっくんは、よ、おたふく。みんなに笑われてしまうという心配が大きくなり、行き過ぎたメイクをしてしまうこともありました。苦しい病からの出口が見えたのは、意外にも父の死でした。肝臓のがんになってしまって、本当に発覚してから1年足らずで亡くなってしまって、自分自身が予測できないことって絶対にもう起きてしまうと、それだったら今を楽しく生きた方がいいのかなっていうふうに考えが変わって、改善につながっていきました。過去はすればよかったとか、将来心配だっていうのは一旦置いといて、今目の前にある幸せっていうのをしっかりと感じていただけたら嬉しいなと思います。つくしさんのメッセージが込められた原画展は、今月25日まで開かれています。こちらはそのつくしさんの漫画です。電話でも注文いただけます。詳しくはこちらをご覧ください。